改めましてこんにちは、秋野香織です。今週は区内で活動しているサークルをご紹介します。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの大河内貴子です。区内の社会教育会館では毎日さまざまなサークルが活動しています。その中で今回はこちらのサークルを紹介します。皆さんこんにちは。私たちはハワイアンコーラスサークル、ハワイの風です。まずはこちらをお聞きください。オードプランテーション。それではハワイの風代表の松尾かつら子さんにお話を伺います。はい、先ほどの曲とっても素敵でした。そうですか。はい、あのハワイアンです、あれが。うーん、オールプランテーションというのは、うん、あのトラディショナルな曲です。あの結構もう古いんですけど、もう伝統的なハワイアンの名曲です。なるほど。そして今日は男性も女性も参加されてすごく賑やかな雰囲気ですけれども、このハワイの風のサークルについて聞いていきたいんですが、このサークルはどういうことをされているサークルなんでしょうか。あのハワイの風っていうあのネーミングがある通り、うん、あのハワイアンを歌ってます。それで集まってきている人たちは男の人は楽器をやる人が多いです。ウクレレだったりギターだったり、それから女性はフラを踊る人が多いです。ですからコーラスをやっているとこの歌は私踊れるわっていう人たちが手を挙げて踊り始めます。なるほど、うん、歌もダンスもされるということで、何人ぐらいこのサークルの方いらっしゃるんですか。20人ぐらいいます。全部で練習の頻度的にはどれぐらい。はい、月に2回第2、第4の金曜日6時から8時までやってます。この練習の開催場所はここ今お話伺っている築地社会教育会館。はい、そうです。このメンバー自体は募集とかもあるんですか。もうしょっちゅう募集してます。実は前回も、
2人入ってきました。皆さんお上手ですけれども、このサークル自体はいつからされてる？約8年創立以来8年です。それは、松尾さんが立ち上げられて立ち上げました、はい、その時はこうどういうきっかけで、まず私が、私イベントのプロデューサーです、それでちょうどプロデューサーそのイベントが終わって、こんなのやりたいと思ってるわって言い出したら、今日来てみない男の方と、それからソプラノの一番端に、歌ってた武井さんご夫妻が手を挙げてくださったんです、そこから始まって友達が友達を呼び、それで友達関係というので皆さん集まってきてます、で今の人数になりました。もっといますよ、お休みしてる人が何人かいるので。皆さん楽しそうに歌われてましたけれども、ハワイアンの魅力っていうのはどういうところだと思いますか？メロディー聞いていただければ分かったと思うんですが、小難しくなくて、メロディーがすごく滑らかで、豊かさとか美しさとか直接にこう受け取ることができる、決して難しいメロディーではない。それからもうほとんどがラブソングです。中身は強烈なラブソングです。さっき歌っていただいたオールドプランテーションもそうなんですか？あれはねちょっと違ってて、あれは昔の懐かしい家をそれこそオールドプランテーションを懐かしんで歌ってますけど、でもあれ古典ですからね、もうトラディショナルハワイアンです。皆さんハワイアンソングっていう同じものを一緒に取り組まれてますけれども、改めてこのサークルで活動する意義というか、その楽しさってどういうところだと思いますか？集まってきている人たちが同じものを同じ方向を向いてやってるっていうことなんですが、それが一つも困難ではない、で楽しいばかり、それで長続きしてますし、これからも歌っていこうという、明るいですよ何しろ、これだけでも十分だと思いますけど、ハワイの言葉で家族ってお花って言うじゃないですか、まさにそのサークル自体が皆さんにとってのお花ってことですか？そういうことですね。ですからみんなお花ですから、分け隔てなく一つのことに向かっていける団体ではあります。それで友達関係がね優しいんです、歌えばみんな一つになれる、そういうことです。一緒に歌いましょう一緒にお花になりましょう。楽しいですから、なんていうのかしら、難しくないし豊かだし、一緒に歌っていけたらもっと人生が膨らみますね。ありがとうございました。ハワイの風代表の松尾桂子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではハワイの風メンバーの武井さんにお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武井さんはいつからこのサークルにいらっしゃるんですか？私はもうこの一番最初にできた1回目から会員です。8年前。そうです。ああそうですか、はい、できた頃と比べてどうですか？そうですね、最初は皆さんコーラスなんて言うんでね、ちょっとは様子見になんとなく集まったと思うんですけど、私はやっぱりコーラスをやりたくて、なかなかね自分じゃできないので、コーラスを勉強したいので、ぜひ主人と一緒にやってるんですから、はい、で一緒に主人が松尾さんの普段のイベントの時にハワイアンコーラスを作りますからっていうね、チラシをあったの、それを見てて、それでぜひちょっと入ってみようっていうんでね、はい、ですから1号ですなるほど。で初心者として入られて、もう改めて最初からこのサークルにいらっしゃるっていうことで、このサークルの特徴というか魅力っていうのはどういうところだと思いますか？そうですね、みんなやっぱり明るくて楽しくて、みんな皆さん主婦なんですが、子育てはもう大体終わった人たちばっかりですから、ですからこうやって夜のね、練習にみんな出てこられるんです、ぜひ皆さん一緒に入って一緒に歌いませんか？お願いします。ありがとうございます。武井さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではメンバーの立原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。立原さんはこのサークルに入ってどれぐらいなんですか？7年
7年目ぐらいだと思います。あ、じゃあほとんど立ち上げ当初のメンバーに近い、はい、ちょっと遅れて。そうですね、はい、ハワイアンはもともとお好きだったんですか。はい、ハワイアンはもう学生の頃に一生懸命音楽やって、うん、で途中まあ仕事して就職したりなんかしてあれ、うん、途中抜けてますけど、あとはこの、20年ぐらいまたもうずっとハワイアン音楽好きでやってますから。あ、はい、そうですか。皆さんと本当に仲いい感じが伝わってきます。そうですね、うん、仕事を離れて、うん、こういうなんかクラブ活動的なところでもって、うん、みんなおばさんとおじさん、おばあさんとおじいさんいえいえ、として楽しめる、あれとしてはなかなかありがたいですよね、うん、はい、こうハワイアンサークルのこの活動以外にも皆さん一緒に何かされたりするんですか。それぞれが、うん、どこそこ行って何か食べたよとか、うん、あそこでもってこんな服を買ったよとか、うん、それからまあ通信販売や何かでもってこんなものやってるよとか、そういうなんかハワイを軸にしたいろんなものの情報や何かを、まあ、話が出たり、うん、実際にそういうものを、まあ、買ったり来たりというようなところはまあ、楽しみの一つ広がりが出てきてますね。いろんなサークルとか、うん、いろんな分野の音楽がある中でもハワイアンに関して言えばその、南国の涼しいハワイの、まさにそうだね、ハワイの風が吹くような、そういう楽しみができられるのが、まあ、このサークルの楽しみいいところじゃないですかね。まずやってみること、歌ってみること、うん、から人間関係どん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 広がっていくことができると思います。よくわかりました。立原さんありがとうございました。いいえ。それでは今日サークルの見学にいらっしゃった大竹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。やってみてどうでした。見学させていただいて、やっぱりハワイアンの歌曲を4世4つの声で歌う合唱っていうのは初めてだったので、うん、すごくなんか新鮮で、こういうのはちょっと聞いたことがないので、うん、びっくりしています。こういう楽しみ方もあるなと思ってすごく楽しかったです。あ、そうですか。このサークル自体は何で知ったんでしょうか。中央区 の、区役所に行きました時に広報みたいなのがあって、お仲間を作りましょうみたいな雑誌があったんですね、でそこにいろいろなサークル活動が出てまして、それで音楽のページを見ましたらこちらがあったの でずっと興味があったんですけれども、なかなかチャンスがなかったんですが、今回思い切ってお電話を差し上げて見学させていただきました、うん、あ、そうですか、はい、今日まさに初めてサークルにいらっしゃったってことで、はいはい、どうですかこのサークルの雰囲気。そうですね、皆さんとっても楽しそうで、こうニコニコと本当にこれを通じていいお友達がたくさんお出来になってらっしゃるなっていう感じがしました。やっぱりお仲間を作るっていうことはすごくいいことだなって思いました、はい、まあ、そういった意味でこのサークルに期待することってどういったところだと思いますか。そうですね、やはり今日もあれなんですが、まあ、お年をちょっと高齢の方も多いので、うん、やっぱりこういう活動をもっともっと盛んにして、うん、いろんな方が集まって楽しいことを一緒に楽しくするっていうのはとっても健康にもいいし、日々の生活に張り合いが出るんじゃないかなって思いました。ありがとうございます、はい、今日サークルの見学にいらっしゃった大竹さんでした、はい、ありがとうございました。どうも失礼いたしました。ありがとうございました。それでは最後にお聞きください。ふわひえ、
さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内ではたくさんのサークルや団体が活動しています。ぜひ皆さんも新しい趣味や気の合う仲間を作りに参加してみてはいかがでしょうか。